大阪府立南大阪高等職業技術専門校は大阪府泉市のテクノステージ泉にある職業能力開発促進法に基づく職業能力開発校である。公立の職業訓練施設としては東洋屈指の最新鋭設備を有しており非常に特色ある訓練科目を展開している。大阪府が平成29年3月に策定した 大阪産業人材育成計画によれば、同校はものづくり分野等の人材育成を行う、不立高等職業技術専門校の中で、ものづくりを支えるサービスエンジニアの育成拠点として、製品や設備の維持管理と、ものづくりの高付加価値化等をサポートするサービスエンジニアを育成することを目的としている。同校では、新規学卒者や離転職者等の求職者に向けて、 充実した施設、設備と経験豊富なスタッフによるサポートによって、初心者でも将来エンジニアとして活躍できる知識とスキルを磨くことができるような職業訓練を実施している。それぞれの訓練科目では、理数系が苦手な訓練生でも学べる、よう基礎的な理論の習得から始まり、合わせて実践的な技術が身につく、要体系的かつ段階的なカリキュラムが用意されている。 就職面については、ハローワークや地域の企業と連携し、高独自の求人と合わせて様々な就職支援を行っている。それぞれ専門の職業訓練に加えて、就職活動に必要な基本的な事項について理解を深めるセミナーを開催するとともに、挨拶の仕方、名刺交換の方法など、ビジネスマナーを学ぶための講座を実施している。 こうした多くの就職サポートなどによって、各訓練科目では、就職率がほぼ100%となっている。費用面については、不立高等職業技術専門工場令に基づき、入校料が5650円、授業料が年間118800円となっている。加えて、教科書、作業服、工具代として、 各訓練科目によって異なるが2万6千円から14万円が別途必要となる。ハローワークの受講指示を受けて入校した訓練生は雇用保険の延長給付が支給されるなどの援護措置が適用される場合がある。また雇用保険の失業給付を受給できないもので収入や所有資産など一定の要件を満たす場合、ハローワークの支援措置を受けて入校した訓練生は 職業訓練時高給付金や給食者、支援資金融資を受けることができる場合がある。2006年、老朽化などの理由により2003年に並行した、堺高等職業技術専門校と2006年3月に並行した、松原高等職業技術専門校を統合して、開校。郵便番号594-1144大阪府、泉市。 テクノステージ2の3の五千木高速鉄道、泉中央駅前、南海バス5番乗り場より、泉商工会議所前行きに乗り、約15分、終点、泉商工会議所前下車すぐ。同行では、自動車、車体整備課、電気主任技術課、情報通信課、製造科学課、ウェブシステム開発課、空調設備課の6つの訓練科目を設けている。自動車整備士と、 車体整備士の二つの資格取得を目指す自動車エンジニアの育成を行っている。自動車整備士は車検等の法定点検やエンジン不調等の故障を修理し、また車体整備士は凹みや傷など自動車の外装を板金塗装によって復元する資格である。日本には車検制度があり、自動車が行動を走っている限り必要とされる職種である。 主に第三種電気主任技術者の資格取得を目指す電気設備を取り扱うエンジニアの育成を行っている。電気主任技術者は高圧電気の保全、保守や運用などの監督者として建物ごとに選任しなければならないことが法令で義務、付けられている。この業務は法令で定められているため景気に左右されない職種である。なお、電気主任技術家は 全国の職業訓練施設で唯一設けられている訓練科目である。C3 と CCNA や第二種電気工事士などの資格取得を目指すネットワークエンジニアの育成を行っている。ネットワークエンジニアはインターネット、携帯電話、企業で使われるネットワークシステム等の構築や保守、運用を行う仕事である。情報通信ネットワークは電気、ガス、 水道と、並び今や、現代の重要なライフラインであり、AI や IoT の普及により、さらに業界の発展が期待される職種である。なお、同化では次世代を切り開く、最先端のソフトとハードが学べるよう、令和2年度に訓練機器として、プライベートクラウドシステム機器を新たに導入している。毒物劇物取扱責任者や、品質管理検定などの資格取得を目指す。 科学系エンジニアの育成を行っている。科学系エンジニアは、科学工業において様々な科学反応を利用して、製品の製造や成分の分析を行っている。科学製品の安全性と品質管理に貢献できる技術の取得によって、より一層活躍の場が広がるものと期待される職種である。なお、同化は、西日本の職業訓練施設で唯一設けられている。 科学系の訓練科目である。令和3年4月より製造科学科は科学ビジネス界リニューアルし、科学物質の取扱技術や測定技術など現代社会が求める科学の力の習得に加え、新たに働く者にとって必須のワーアップロや表計算等の PC スキルやビジネスマナーに関連する資格取得を訓練に取り入れることとなった。将来、 科学系企業において、技術部門から事務及び営業、販売部門まで幅広く活躍できる人材の育成を目指している。また、リニューアルによって、おし記見物取扱者、ビジネス実務マナー検定、日本語アープロ検定試験、情報処理技能検定試験の資格取得を目指すこととなる。現在、大阪府域の科学系企業は、 全国トップクラスの事業所数及び従業員数を誇っており、加えて食品、化粧品、薬品など多くの製品には原材料の選定から製造、品質管理に至るまで最新の科学の力が生かされている。こうした状況から科学ビジネス化を終了する者にとって、区域への給食活動はより優位になるものと期待されている。基本情報技術者や IT パスポート試験などの資格取得を目指すプログラマの育成を行っている。本家が育成するプログラマは、ネットショップのようなウェブシステム、売上管理や生産管理などの業務システムや、スマホアプリを構築するためのプログラムを作成する仕事である。現在、プログラマは大変な人材不足で、今後も不足すると予想されている職種である。 第三種冷凍機械責任者や二級、ボイラー技師などの資格取得を目指す空調、冷凍機器類を取り扱うエンジニアの育成を行っている。空調、冷凍機器類は今や現代の生活必需品となっており、こうした機器類は単に据え付け時だけでなく、その後もメンテナンスから取り外しまで行うには専門的な技術と知識が継続して必要とされ、 省エネ対策技術の普及などと合わせて将来性が期待できる職種である。ありがとうございます。